ねえ。 山田レイジのヤングサンデー、yes、ヤンさん、twist、ヤンさん、yes、ありがとう、ヤンさんということでやってまいりました。毎度おなじみご機嫌な番組山田レイジのヤングサンデーの時間でございます。皆さん、ヤンさんでございましょうか。さあ、先ほどちょっと大きめの地震がありました。皆さんね。 えー、大丈夫ですか、ね、もう3.11もう10年が過ぎまして、えー、変わらずこうなんて言うんでしょうね用心しながら、えー、頑張っていきましょうということではい決めてまいります<っ>さあ本日はついにねこれもうかなりリクエストが多かった、えー、アニメ化もされましてただいま12巻まで出てるのかな、えー、市川春子さんの「宝石の国」を特集いたします。はいいどうもいや市川さんね ややるやるっっっててて言いいなながらこんなに引っ張しっしまま結構前からやるやると約束はしてたんですけども今こう「新エヴァンゲリオン」でものすごい巷またがね一色なところをあえて我々はこう、うん、宝石の国でいこうじゃないかということでそうですよねそう3年前の約束を律儀に守ろうと。<laughs> <laughs> 今ね、アニメ化したのが2017年、ね、やるんですか？来週 <laughs> やるかブレイキングバット。ブレイキングバット <laughs> 引っ張るエヴァの気持ち引っ張る。うね、もうマジ無理だよね。<laughs> やる <laughs> やるかんねブレイキングバットもね。やりましょうやるからねって言っとこ <laughs> ああああ絶対実現させようああもうねいつまでも言い続けていこうと。 <laughs> そうそうしましまょういやもはや懐かしいよねもうスタジオ2つ前だからね、うん、ブレイキングバッドとか言ったらね <laughs> ほんまや <laughs> なその間にな、うん、もういろんなことがありましたよ、はい、今日はそんなわけで、えーね、市川春子さんの「宝石の国あります」お待たせしました,た,しましたはい「ブレンパワード」もやります <laughs> はいそれから「ルルーシュ」とかもねあのやりますからねその先やりますって言ってるんでねはいそれまあちょっと待ってもらいたいと思うんですけどとりあえず今回ね 初めて礼二さんが「宝石の国」を読んで全部を読んだわけじゃなくてある程度のところまで読んで見えたことを語っていただいてこれラストまで特集しますかと完結したらもう一度やりますかというようなジャッジメントも下すというような回になっておりますのでいすね久世さんはねずっと前から好きなんですよね市川さんの漫画ね。 た<だ>め <laughs> いや市川さんの漫画たまらないんですよね。あの線も含めてお話しますので、なんてだったら今の、うん、はいはいそうですよねいやいや良すぎるでしょう。その短編のことを思い出すためにため息が出るぐらいいいんですよ。よすすあなるほどね。こんなにその絵と言葉のマッチングみたいなのがすごい絵は言葉を引き立てるし言葉は絵を引き立てるしっていうのでものすごいクオリティなんですよ。短編特にあの二十五時のバカンスに乗ってる月の組織っていうのは僕は大好きなんですけど虫と歌もいいですし。 あのだから「宝石の国」もずっと期待して読んでます。ねねはいあのなんだっけな、えっと、そうあ短編短編っていうねコメントがいっぱいね来てますけど確かにもう短編すごい、うん、すごいっすよ。であの紙の本でね「あのバカンス」の方はあの買ってましたけど今回あれ、はい、あれですよ「虫の歌」も読ませていただきまして、はい、あまりにすごいので <laughs> やりますこれ。<laughs> しすごいんで、ちょっと今日その話もします。はい。先に言ってよ。山ちゃん、全部喋って、全部ありがとう。ハルも喜んでる。ね、北海道のハルコ向けてね、頑張って。ただレ、レイさん、なんすか。まあ、俺もね、あのアニメも見てたし、はいはい。あの五巻まで読んでるんですけど、あの現状ですけど。うん。シミちゃんが、うん。はい。 ドハマりしたらしくてそうね今回いやもうこれはですねこちらです奇跡体験アンビリバボーコミックです <laughs> 入れー <laughs> 内容はご飯で喋らせてもらいます <laughs> マジ <laughs> はいもう非常にアンビリバボーなことがすごく多かったっていうどの辺がアンビリバボーだったかはお時間があればいつか話させていただきたいと思います <laughs> 今日お花さんと内どうないよ, <laughs> よ機械作ってこうよ <laughs> <laughs> でそれぐらい良かったですとっても。ねははいいえうですね。今日のとざっくりメニューを紹介させていただきますけどえっ、ー、とね、えー、この作品ねルックの話も、まあ、もちろん素晴らしいのでルック世界観の話もメインでやりますが、えー、主にやりたいのはあのー。 人間を3つに分けているっていうその要素についての深掘りとですね市川春子さんが持っている境界線っていうね一つのキーワードがあるんですけどその辺の話をまあ掘っていくもちろんですね、えーまあ、彼女の作品の背後に感じられるたくさんの、えー、アートと漫画と、うんまあ、もちろんカフカなんかもね 当然みんな感じると思うんですけどそ,それらの、えー、アーティストについての話も、えー、深掘りし,していこうというか、まあ、その紹介していきながらですね、えー、結構ね2つくらいね市川さんこの作品でぶち込んでんですよテーマを。おうおうそれが非常に今っぽいテーマですね。 なのでその辺の話あとは、えー、ワンパンマンの話とのリンクみたいな話もしたいんで、えーまあ、それらも込みでですねはいいろいろ考えていたのでやっていきたいと思いますはいそんなわけでけんちゃん1枚目のやつをお願いします宝石の国2012年12月のスタートですね作者は市川春子さんですね市川春子さんは1980年生まれでなんとおっくんとほぼ同じ年ですねおっくんえっ、ー <laughs> で,す、ねはい、であのこの方はね千葉のねお生まれらしいですけどね大学からは北海道でっていうそういう暮らしをして、まあ、今も北海道なのかなでね北海道の大学で美術を専攻されてたっていう方でですね もともとゲームキッズだらしいですね、ゲームが大好きだったと。なんか漫画も結構、好きな、ね、これは有城情報ですけど、鬼面組が好きだったっていうちょっと面白いですけどね、鬼面、はい、組、鬼面組,組スタートっていうのはじゃポップでいいんですけど、僕も<ー>好きでしたけどね、はい、それあと、あの萩尾本さんやナウシカやアキラに食らうっていう、まあ、典型的なパターンです、奥ンの世代によくあるやつですね。そうなんだビレッーー行くパターンでしょ ビレバンですね。これね、全部ビレバンって買えるやつですね。<laughs> ビレバンが流行り出した時に乗るっていう。<laughs> そ<の>はい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 、はい、でですね、まあこの人のまあ作家性っていうのも明らかに学者系ですよね。まあ結構上流作家の中にこういったそのなんかちょっと学者さんの要素っていうのはすごく強く出ている人っていますよね。昔からね。うん。だから歴史小説とかやる人で、まあ多くあの多くなんかもそうですよ。あの方も吉田さんもそうだね。<laughs> ある意味その学者の あの脳みそが入ってるっていう人。は研究者。<ー>今度、杉浦さんもそうだし、<laughs> あの岡野さん、岡野玲子さんなんかもそうだし。割とそういった、そのなんつうのかな、学識みたいなものがすごく好きで。そういった知識と、もう一つ自分の感性みたいなもので漫画を作っていくっていう一群がですね。日本にいっぱいいるっすよね。まあ、インテリ系女子ですよね。の漫画家さんの一人だとは思いますね。で、こ、で、特徴的なのはですね。宝石の国がね、何が。 特徴かっていうとユニセックスですね、うん、性がないっていうね、うん、主人公たちは宝石なので男も女もないわけですよね、うん、で主人公たちのまあルックは下半身は少女上半身は少年という風な形で描いてるらしいんですね市川さん <laughs> なのでこのなんか<ー>ルックがまあ、えー、僕って言って、えー、いるキャラクターとか俺とかいうキャラクターも多いんだけどどちらでもないっていうね,うねここがもうすごく、えー 2012年らしいなというね性,性の差がない世界っていうかうん、うん、え久世さんねそ、はい、の辺にも何かと惹かれるものがあるって言ってましたね。 そうなんですよあの。これ僕一番最初に気づいて一番最初に最も大事なことなんですけど、うん、あのこの宝石の国が素晴らしいのは彼女たちが宝石だっていう事実なんですよね。うん、そうです、ね、これポカーンとするかもしれませんが <laughs> はい、はい、宝石ってアメジストだろうがダイヤモンドだろうが一個一個ちっちゃくてもものすごい輝きがあってあれ一個で何千年何百年と生きてるわけじゃないですか。うん。 それを擬人化してあれが宝石が動いてるって想像してこれ少女で少年だし宝石で自分たちより全然年食って何百年も生きているのがこんなに汚れがなくはつらつとしてるんだと思うと脳みその今まであった常識が崩れて高次元のエロスみたいなところがこうバーって刺してくるんですよ僕をそれで守ってくれるんですよ。 おめでとうっておめでとうございます。はい。<laughs> 入ります。<laughs> いやめっちゃわかるよそれは。え、もんけいや。<laughs> <laughs> 何ですか <laughs> <laughs>。ちなみにですね市川さんねえ2006年にデビューしてます。26歳の時ですね。<補>でデビューはアフタヌーンでまあ虫と歌っていうこの短編集に入っているやつでこの短編集二冊出てるんですけどこの短編集の後にですね、えー、満を持して 「宝石の国の連載」が2012年に始まっているというね6年かかってんねスタートまで。うんっていうのがまあ意外と。で、まあ、市川さん自身ねなんかのインタビューで言ってるんですけどあのほとんど漫画書いてなかったらしいですね。えとどういうこと デザイン学部でデザインの勉強してでエディタリエディトリアルデザイナーつまりあの構成みたいなまあそのレイアウトみたいなことをやっている仕事っていうかねその出版関係の仕事をやってたんだけどあのやっぱりクライアントがいて自分の思い通りに作れない世界ですからねやっぱ注文ありきの世界だからでも自分の本当100%の世界みたいなものを作れるのはないだろうかっつったら漫画家が一番だろうっつってそっから漫画家になるわけですよこの人。 とてつもないですよ、その発想で書かれたら。でほほ、本当にわずか数作でデビューしてますからね、この人。い最初の単行本が出て、それが手塚治虫、なんだっけ、文化庁かなんかの新人賞かなんか取ってですね、結果一発目出しちゃうわけですよね。だからまあ、恐ろしい子ですよ、この人。 やってくれますねっていう感じですよね。うん、でまあそのんだろうな、えー、短編の質があまりも高いっていうので満を、まあまあ、持して宝石の国っていうやつなんですね。で、まあ、ここの、えー、ここから宝石の国とはどんな漫画かっていうのをざっくり話しますけどまずはですね、えー、未来の話です。で人間滅びてます。<laughs> ね、で6回の、えー、滅びのタイミングがあってで人間はど頑張ってたんだけど最終的に海に逃げ延びて。 でまあその先に人間はいなくなった後にですね、えー、かつて人間だったものが3つに分かれるっていうねそういう展開になってきてそこから物語が始まりますあ人間が滅んでからすごい時間が経ってからの話ですやだからこの時点でもだいぶ来てるんですけど2番目 2>、ね、お願いしますケンちゃんはい。俺は僕はこの発想がすごく好きですねはいに人間っていうものがそもそも3つに分かれちゃってると で、一、うん、つは宝石になってるっていうね <laughs>。で、これはあのその古代の生き物が凝縮されて宝石化して、これがまあ人間みたいな形で生まれるみたいな。不思議な、えー、この辺りもなんつうの諸星。 さんのねあのねあ漫画をなんか美しくしてるみたいな感じの何かを感じますけどね系譜を感じますよね。うんうん、で、えー、もう一つ肉になってる部分っていうのが軟体動物みたいなねちょっと書いてありますけどねあの真ん中にこの、えー、これ王と言われてるキャラクターですけど、えー、このの、えー アドミラビリスって言われる、まあ、その貝の仲間みたいなもので,でその中にいる軟体動物みたいなものがいてこれが海に暮らしていてで海の中に入ると人間みたいな形になるとでポイントはですね、うん、ほあの宝石の方は非常にユニセックスで、まあ、少年みたいな体をしている少女みたいなそういったキャラクターなんだけどアドミ,ミラビリスの方はですね、えー、おっぱいがあるわけですねク世さんね。 う勘がありますねたた、ね、えろって言いますからね、それをね。その水袋は何だって言われて、たた <laughs> え,えろって言いますね。で、まあ、非常に女の子、女の子したルックっていうので、はい、これが何もない海の中でき生きていくと。で、それでこのアドミラビリスに関しては、えー、死があるんですよね。生まれてきた、そ,ね、それを繰り返していくっていう、儚い肉の運命みたいなものがあってって言って、もう一個ですね、月に住んでいるんですよね、魂が月に行っちゃってるというね。 っていうようよな解釈でここに「まあ、ライゴーズが書いてありますけど月に行ったかつての人間の魂の象徴のような形で、えー、ライゴーズつまりこれあの阿弥陀如来が死者を迎えに来る時のようなルックで、うんえー、地球に訪れているっていうこういうお話です。それで何の,何のために来るのかっていうと宝石のも子供たちをさらっていこうと。 いうことですね。すねつまりこのせこの設定がこその非常にこうとっつきにくい世界観なんですけど、はい、あつてみに人間だったものが三つに分かれてるって話ですね。それが骨と肉と魂に分かれててそれぞれの場所にありますよっていう話です。で、そうなると何をやろう としているのかっていうのは明確明白ですよね。人間ってなんだって話ですよね。そうなんですよね。<laughs> うん三、うんうん、つに分けることによってそれぞれの要素みたいなものをソリッドにソリッドにしていくわけですね。でこの人はやってるのは何だろうのかな。刑事上的な知的な、えー、人間の解体をやってますね。人間って何かっていうことをまあ刑事上的にやっていこうというやり方ですね。そんなわけで、えーえー、要素その三ですね。三番目にやつ出してもらっていいですか。はい。えー。 はいもうキリ子が出てきますけどどう考えてもキリ子ですよねでキリり子ですよねルックが。 はい、だまあ世界観このキリ子の世界観みたいなものが、えー、まあアニメの方も全開でも生きているというね、まあ、たた建物とまあ不条理な、えー、世界観っていうのあと孤独影みたいなものっていうのが <laughs>、まあ、みんなこれをやりたがりますからね郁人 <laughs> さんも散々やってますけど <laughs> まあみんな大好きなキリ子も,もしくは、えーまあ、エルントとか、まあ、マグリトとかあこの,頃の、えー、とまの、あ、要素がいっぱい出てくるっていうんでこれ刑事上学 アートって言われているものだったんですけどキリコってキリコこの作品は。で、ね、これはまさにこの作品宝石の国って刑事上学的に物語を作っていくという。 や,やり方をしてますよねただその人間って何かって言った時に3つに分け,分けちゃいましたとそれ,でそれぞれを宝石にしてしまいましたで、えー、セックスを外してしまいます生活を外してしま,いましてどん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 要素をマイナスにしてってギリギリ極端にこう3つだけにしてしまうみたいなそういうやり方みたいなのでそもそも人間って何かって考えようとするっていうやり方をしてるんですけどこれだけだとついてこれない人いっぱいいるんですよ。ここうういいとをやる人結構いたんですけど、えー こ,こにですね、思春期の学園ものっていう要素をぶち込んでいるのが、えー、特徴的ですよね。なので、うんえー、なぜか人間がいない世界で海ばかりの世界で小さな島に学校があるんですよね。うん、で先生がいてお、えー、女子校みたいになってるわけですね、うん、その世界は。 だからまあなんか始まったらいいけど何この女子校みたいな世界観っていうそ,こがでそこにいる宝石である者たちのまあ一人一人が成長していくっていう不思議な物語であるんですね。うん、内的成長を遂げていくっていう思春期学園ものの要素が入ってるっていうところがまあ非常に面白いっていう。でまあ少女だらけだし月人と言われるさっき言ってたそのかつての人間の魂が。 月からやってきて、お釈迦様や観音の形をしたものの形としてやってきて、宝石をさらいに来るわけですね。うん、その、えー、そういう人たち、月人と戦うっていう日々を送っている、戦う少女の物語ではあるわけですね。なので、さっきちょっと書いてありますけど、セーラームーンの要素が入ってくるっていうね。 ほうほう少女たちがたくさんいて戦っているで色が分けられててそれぞれのキャラクターや,や悩みがあってつまり美少女戦士なんですよねルックが美,美少女戦士プラス、えー、学園ものっていうなんか知らないけどよく分かけど金八先生みたいなの入ってるしちょっとみたいなんかあのこの時期少女時代流行ってましたからねなんかその美脚美脚美脚なんで少女時代っぽいなっていうのもあったりとかあともう一つ コンゴー先生っていう先生を中心とした話なのでなアイドルマスターとかああいう系のゲームの要素も似てるというこの辺がで、えー、月からやってくる者たちっていうのと戦うっていうので、まあ、そのバトルシーンが多くてそれだけ見てるだけでも楽しいようになっているということですね。でまあ、時時まさに AKB 代なので、まあなんかえー そういった何なていうのあの頃の要素みたいなのものすごく感じる物語となっているなというのが、まあ、今のところざっくりと説明しましたけどこの後一個ずつ掘ってきますんでねとりあえず主人公の、えー、フォスフォフィライトもう言いづらいから大変なって <laughs> フォースって呼ばれてますけどね。で、はい、その、えー、キャラクターはみんな、えー、実在する宝石の名前を、えー、付けられていてでその宝石の持っている性質みたいなものを引き継いで、えー、擬人化されておりますね。で、まあ、この方は主人公なんですけど、えー、美しいんですけどもろいというね。でこの世界では、えー、この学校ではねこの宝石の学校では。えー 硬いいい方がいいわけですよね高度が高い方が,、ね、硬度が高いと偉いってことになっててこの人は高度が低いので弱い、まあ、劣等性ってことですねで非常にこうのんびり屋さんで走るのも遅くて使えないやつって言われているのんびり屋さんっていうやつなんですが、えー、これまあ宝石っていうことなんでねまあ硬さそして純度が高いっていうのがまあ宝石なんで、うん、純粋さとか 純度の話だっていうのがわかるっていうことですねあ、このね宝石を設定してる時点でステイゴールドの先ですよねこれクデさんステイゴールドの先ステイゴールドって何ですか、えー、スタンドバイミーで黄金でいろよって言われるわけじゃないですか80年代は若者は黄金でいろって言ってたんですよねはい、はい、この先、はい、黄金でイノセントでピュアなものほど偉いっていう時代がずっと続くわけですよはいはい うん、だから若者の価値っていうのはピュアだってことなんですよね。うん、それを、まあ、かその一番分かりやすくや、形にすると宝石になるっていう。まあこのだから、なんとかジュエルっていうモチーフはいろんな作品で使われてますよね。ほ、はい、<ー>宝石はやたら出てきます。 あまあまその窓まぎでもジェムとかそういうの出てきましたしねほあれはもう本当にそれが濁ったらダメだって話ですそう,そう,そうで今回はその通りなんですよ、うん、窓まぎで今まで言ったソウルジェムって言って、うん、宝石のようなものが濁ったらダメだったんだけど今回の作品はテーマが、はい、宝石の国のテーマは濁らなかったらダメなんじゃないのっていうのが一発ぶち込まれてるんですよ言うね、うん、で,す、うん、でこれはこのフォスフィエライトが足を失うあたりから始まっていくる <laughs> フォスフィアライト <laughs> 言えフォスが足を失って純度が下がるわけですよ別のものをくっつけることによって融合するんですよ別のものと純度が下がるんですよそのせいで内面が変化していくって話でなってるんですね。 ね、この辺が非常にに知的なな仕掛けになっておりますね異質なものとの合流っていうものが本人の性質を変えてしまいしかも足が速くなったりするわけですよね。そしてさらなる合流を目指してしまうという望んでしまうというつまり汚、えー、れていくというそういったテーマも入ってくるので純粋でいろよっていうものが強すその弱さにもなってしまうもろさにもなってしまう。 じゃあ強くなるためには汚れればいいのかみたいなことが宝石をテーマにして書くからこそもうすでにそこに設定されてしまってるという天才天才的な天才,天才的な設定ですねはい。とに連んその鬱的な展開の漫画ってあんま好きじゃないでしょいやそんなことないよ俺も書いてたしあそうなんだ長い連載をやってると鬱になりますよ 漫画化になると漫画の内容も打つんなるんですよ。<laughs> そうなんだ。<laughs> もう一巻がもうとにかくキャッキャ夫婦、はい、キャッキャ夫婦で、うん、もう楽しい宝石の世界を見せてくれたのにその後どん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 悲しくなっていくんですよ。はいはい。うどうするんですかと思ってます僕は。つまりね、うん、目覚めちゃったら、うん、気づいちゃうわけですよ。はいはい。一巻におけるフォスは目覚めてないんですよねぼんやりしてるんですよ。 純度、うん、100%のありのままの自分でポンってそこにいるからぼんやりして生きていけ,生けたわけなんですけど、はい、他のものと融合してしまったりとかあと他者をみ、うん、見つけてしまったりとかまあ通院になってるキャラクターであの赤いキャラクターがいるじゃないですかあとでシーシャのね、うん、だからその夜にしか生きられない新ーそれから冬にし,、うん、しか生きられないキャラクターも出てきますよね。 そう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 。っていうキャラクターが出てきて、はいまあ、自分っていうものではないものとの,との関係性みたいなものがその深まっていけばいくほどそれは鬱になってきますよね純度が下がってしまうので。うん っていうことも、えー、敵に見せてますよね、うん、で冒頭でですね、えー、フォースに、えー、指令が下るんですけど何の指令が下るかっていうと博物書を編纂しろって言われるわけですねつまり、うん、世界を見て来いって言われるわけですよね、うん、自分しか見てない ボスは何百年も自分しか知らないんですけど外の世界を見るそれはうんざりだって言っているんだけどもだん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 外の世界が分かっていくっていうことによってっていう展開になっていくっていうのが、えー、なかなかやりますね。で先ほどのですね構造の話なんですけど、えー、ユニセックスだからこそって話ですけど、えー、5番ケンちゃん出してもらっていいですか えー、この世界で排除されているものっていうのがなかなかすごいんですよね。<laughs> えー、まずほぼ死なないんですよね。うん、バラバラになっても、えー、元に戻るんですよねかき集めれば。だから、まあ、破片になっても元に戻るというので、まあ、バトルの時にバラバラになったりその砕けても、えー、基本的に集めれば元に戻れるというところでだから死がない世界っていうところで。 逆に諦められないんだっていうセリフがもうかなり前に出てきますでこれが大きなテーマですね知らないってことは何なのかっていうことで諦められないっていうのは何について諦められないのかっていうところでものすごく究極な問いみたいなものを残していくんですよねでこれはもう明らかにセックスを外してる生殖を外してる生殖が必要ないんですよ <laughs> そうすれば親子関係もないし恋人の関係もないんですよ 恋愛もないわけですよでここでバンバンバンで引き算されると何が残ってくのかっていう話になってくそこがまたすごいなと思うんだけど、うん、それから食、えー、食べ物いいいいららななんんででですすよよ光生生きててるんですよねねねこの人たち、ね、だから食生活もないっていう、ね、つまりねあの人間のことを拘束している生活ってものの全てがないっていうそうなってくるとそこにあるのは生きるとは何かっていう純哲学っていうね。 そして自分と他者っていう関係性のみだけの世界になってくる、うん、だから隣にいる仲間がいなくなったら嫌だから築人と戦うっていう非常にシンプルな世界観の中になっていくというねこれこの引き算はすごいですよねで思えばですねこの2012年の、まあ、僕さんざん言ってますけど2007年にこの国は、えー、セックスを諦めたって言って,言ってたじゃないですか <laughs> <laughs> よく言ってましたね恋愛がおなくなったのが2007年だってよくまあざれ言言ってましたけど、はい えそんな文化がずっと続いてったあとにもう初期設定として恋愛とかないしっていうところから思考実験をしてみようっていうところが始まってこれは明らかにその「宝石の国」っていうのはね市川さんの思考実験ですよね。もし何とかだったらどうだったろうって言ってその本質について掘り下げていく話っていうのをエンターテイメント性をこう加えながら見せていくっていうやり方なんで。 これは分かりづらいに決まってるんですよ。分かりづらいんだけど、うん、本質的な問題なので面白いんですよ。それについてちゃんと考える。ノイズがないっていうね。ところがノイズがないってどうなんだって話になってきちゃうっていうことですね。これとりあえずちょっと一回ちょっと聞いてみたいけケンちゃん録くださいね。このねやっぱり冒頭で出てくるねこの諦められなくなるっていうこのテーマについて。 やっっぱ引っかかりますよね久世さんこれね、はい、結構読んでるみたいですけど、はい、この人たち何を諦められなくなくるんでしょうね、えー、築人がそもそもいろんな、うんえー、宝石の少女たちと呼びすればいいのかな、うん、少女たちを連れ去ってるんですよ。でその月の連れ去られていった宝石の仲間たちを取り返すことを諦められなかったりそういうことだと思いますけどね。 ああ、あ、だ、つまり、結局関係性ってことだよね。関係性。うん。うん。奥野さんはどう思いました。その、このセリフ。一巻出てきますね。え。一巻で出てきますよね。特に何も、思わなかった。奥野さん、読みましたよね。めちゃくちゃ読んでますよ。アニメでも、これ言ってましたよ。このセリフ。そう。うん。ええ?。え、ちなみに清水さんは。 僕はこれはあの自分の中のなんかそういう考えとか疑問ということを諦められないっていうふうに解釈してました。うん、あ、なるほど。いやいいです、ね。はい、だから俺もだからさっき言ってたクゼとそのクゼが言ってるその、えー、仲間を失いたくないっていうとい,い,、はい、いうことともう一個しんちゃんが言ったその間のあたりにまあ何かその諦められないものっていう死んじゃうから諦められるっていうのあって、うん、死なないからこそ。 執着してしまうものがあるんじゃないかっていう問いかけってこれすごく新鮮なことを仕掛けてきますよねこれってねだからまあそのあきその結局ダメになっちゃうんだっていうさっていうラインでみんな思考放棄してる部分を許さないっていうね <laughs>。 それがここののの作品の設定の面白いところだなといいう,うには思います、ね、体を失ったら記憶も失うけど体を失わない限りはほとんど記憶も失わないから、うん、あの自分ができなかったことっていうのを何百年っていう長い時間の単位でずっと後悔し続けてるんですよ作品の中でいろんな少女たちが。うん、私はいるだけで邪魔なのかだったりだとかそれぞれ何、えー、だろう宝石によってテーマが変わっていていろんなこう悩みみたいなのをずっと持ってるんですよね。ダイヤはダイイヤヤはで悩みがあって サファイアはサファイアで悩みがあってみたいなそれをずっと持ち続けてるのがすごいなと思いますサファイア死なないからね、うん、えなんてサファイアとか出てくる <laughs> あ、サファイア出てこないからアメジストサファイアはあの文章では出てくるけど出てこないキャラとしては アメジストとかもそうだしうんでその鉱,鉱物っていうね石,石の寿命っていうものが普通の肉の寿命とは全く違う次元として存在してるんで、うん、違う時間軸っていうのがあそこにはありますよっていうところをボーンとぶつけてきてるっていうことですね、うん、そ,のそのせいでまあ、えー、諦められなくなってしまうよねっていうこともやろうとしてるっていうのと、うん、あともう一個ですね何と言っても7番目お願いします。コンゴ先生ですね出た<れ> なぜこの男らしきものはこの人しかいません <laughs>。でも <laughs>、えー、どう見てもお坊さんですっていうね。でまあお坊さんで悟っててまあその市川さん曰くですね、えー、理想の、えー、男性像っていうか言ってましたね自分の理想だっ,つって。でまあ明らかに父親でしょうね。理想の父親像でしょうねこれってね。<laughs> だから、まあ、俺これはあの宝石の子あの。 えー、こ子たちっていうのは、まあ、娘だか息子だか分かんないけどあの子たちの親代わりという形なのであの子たちをその育ててる育児漫画なんじゃないかと思ったのねこれって、うん、わすごいすごいな5巻までで確かに、うん、育児漫画でしょでうん、うん、全員基本的な主人公の目線は娘から父親を見てますよね金剛先生っていうね。うん 絶対的な存在としての父親っていうのを見ていてでこの金剛先生は絶対的にに正しいんんだっっっててて信じ込むことによって時が止まってたんですよねでもちょっと待てよ疑う必要もあるんじゃないかといってソウルジェムが濁るっていうところから物語が始まってくっていう,うん、うん、疑わなければいけないんじゃないかっていうことが始まってくるっていう物語っていうこれねつまりイノセントや 今まで信じていた純粋性に対する疑問ですよね。うん、これが2012年にスタートしているというのがいいですよね。はあ、純粋であれば許された時代が終わったんですよ。ピュアだってだからあられちゃんだったら良かった時代は終わったわけです。その先にまあその濁りながらやら生きていかなきゃいけないっていう時代がスタートしてて、その市川さんはそれをまあ本能的に掴んでいるんじゃないかなっていうふうに読んでいくと思いますね。うん、で、こういうセリフがあります。 えー、えー、とね記憶正しい本当があたり一面を傷つけ全く予想外に変貌させるかもしれないっていうセリフがあるんですよありましたねありますよね記憶正しけりゃいいってもんじゃないんじゃないですかと。 正しいっていうことを主張する人が入ってしまうと周りは傷つくんだよっていうことを言っててこれはもう純粋無垢な子供から大人に成長する時に起こるエネルギーのこう話なのでこれをまあ宝石の国っていうのはテーマにしてるんだなということです。つまりえ純粋な俺たちっていうのがまあ仮初めのディズニーランドのような列島で住んでいた時代が終わって俺たちはその壁が壊れ。 外から巨人がやっててくくる時代にれていくんだよねでこの「けがれ」が強くするんじゃないかっていうテーマがこの時点で入ってるっていうのが法律的な国のなかなかや,やってくれるなっていうつまり8番目出してもらっていいですか。うん、<laughs> はい、えー、疑問ですね純粋性に対する疑問っていうのが、えー、これがまあバンとこうぶち込まれてるところがええー。 良いですねクゼさんこう、はい、こういうことをやってくれるのはいいですねガツンとね、はい、やってますもんねでもうルックはあのスタイルのいいその美少女たちがえー、バトルを繰り広げるというそうですよ <laughs> 色気のある少女たちがはい、はい、キャッキャウフ,フでバラバラになるっていうところもまたセクシーなんですけどねキャッキャウフ,フでバラバラになりますねそうですそうです、はい、はいはいはいでその世界観が非常に、えー、クールでかっこいいんですけどはいだいたい えー、いくつかネタ元がわかるのでちょっとせ説明したいと思います。本人は渋沢辰彦さんとかがまあル,ルーツになってるとかお好きだって言ってて言ますもい、ね、まあまあろいろ言ってますけどねこの人多分あの、うん、<coughs> 美大とかにね結構いるんですよ素材とかが大好きな人だから岩肌とか砂とか。 水,水の感じとかえそういった、えー、素材が持ってる構造みたいなものそれから石が好好ききなな人はクラゲも好きなんだよ、ね、あっそうなんだ。うん、で貝も好きだったりとかしてでそこには時間が閉じ込はい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 、うん。クラゲの時間もあるし石の時間もあるし砂の時間もあるしっていう貝の時間もあるで貝なんかすごく象徴的なんだけど生の時間と死の時間っていうのが同じ形のまま閉じ込められてたりするんでこの人貝のモチーフ大好きなんですよね。 こういったことが、えー、大好きな方っていうのとあとはさっき言ってたのカフカ」を読んでると一つの体験として感じてしまうみたいなこと言ってて、まあ、同じところを目指してるだろうなというん、内的宇宙に引きずり込んでそれは現実と同じくらいの体験として感じさせるっていうそこまで狙っていこうっていうか目指していこうっていうことをやってます。うん、内的宇宙にに引きずりり込むといいいえばシュルレアリズムで前段ななっっったた切り込み,みたいなもののから始まっていくってくう あるんですけどすごい象徴的なのが1個ありましてエルンストの絵で9番出してもらっていいですか誰もやってますけどねこのイメージ強いんじゃないかなと思うんですよねクゼさんめっちゃこのイメージありますよねちょっと待ってまだ絵が出てこない あそうですか表面を剥がすああ出てきたおおなるほどこれこれこそもう <laughs> これだからこれはグロい感じでだやってるけどこれをキラキラにすると宝石の国ですよねうん本当そうですねぴったりとですね<ー>、うん、はいはいはいつまり表層っていうものとな中身っていうのが違うんだっていうところを一枚剥がすと違うものがあるっていうことっていう、うん、まあシュールレアリズムがすごくやってたえー、やつですねあとですね世界観的には本人がこの言及してないけど 多分デルボーは結構好きなんじゃないかなと思って10番お願いします。<ー>えー、建物の感じもキリコとまあ、ともにっていうんで、あのまあ、顔の感じとかもそうですけど<ー>、えー、デルボーはエロチックなんだけどどっかでも止まってるっていうか、うん、うん、あのー、生活ではないっていうね。 ででこの,この11番のやつの出る棒もそうなんですけど出してもらっていいですかあの天井の高い建物の中にいる女っていうので,で、まあ、この存在、えー、バランスみたいなものを見てもらうとちょっと分かるかなと思うんですけど、まあ、孤独ですね。んちゃん11番いねなんかだからこの建物一体誰が作ったのかってずっと思いながら見ちゃうんですけどね。<laughs> <laughs> でもまあそういうことなんじゃなですよ新書風景近いですよねまあだからデルボンもまあ入ってるかなという感じしますそ,その次の12番目はまあ先ほど出しましたけどもキリコは明らかにそうですね、はい、イク国と同じものが好きなっていう感じがしますねこの建物はまんま出てきますよねでこのパースも多分大好きだと思いますよでこの人は建築みたいなものと心の中みたいなの構造みたいなものを一緒に表現したいっていうタイプで 建築って心を表現すするることでできるんですよ、ね、だからまあそれをやっているとまあ、これこれが完全にそうですよあのやってることあと影が長く入ってくるとかいうのもまあ、えー、い,いいですよね非常にね。<laughs> で13番目はイブ・タンギーで僕これ大好きなんですけどねタンギーはねあんまり語られてないですけどねあの行くとこまで行くとタンギーだよなっていうのがあって海の中ではタンギーですよね <laughs> もはやね。はい まあ、こ,れこれもだからものじゃないですかもはや人間が。であのー、キリコなんかもそうだったんだけど人間をものとして表現してしまっているっていう一つの流れの中に、うんまあ、タンギーもいるだろうなとかタンギここリアルで書かれてるけどこれ人間なんじゃないかなと。でこれ影響受けて手塚先生火の鳥とか書いてますよね。 うん、あそうなのだからほ他にもジャコメッティとかたくさんいるんですよ。あのはい、いろんな人が人体っていうものを物化し,して表現するっていうのをやってるんですけど、まあ、宝石なんてまさに人体の物化なんで、えー、そういうこともやってたなっていうのとですねあとですねもうね絶対にこれっていうのがねありますねよずやに行かなきゃダメでししょう14番お願いします今のも相当影響あった今のもだいぶそうなんですけどね。 来、うん、た。四つ屋先,、はいはい、先生、こっちの四つ屋先生。四つ屋先生でしょ。四つ屋先生通んないとダメでしょ。これ。なるほど。はいはいはいそういうことですよね。はい。だまあこの辺の影響はまあめちゃくちゃあるんじゃないかなとで、もし本人が、えー、これ直接食らってなくても、これの影響下にある文化に触れたことがあれば。 まあ無意識的にもななるだろううというねこれも突き詰めていくともう体の中はパキッと割れたら中は全部その血管とかないわけでねうあのもう美しい宝石でしかないというねでも側は人体なんだけど中は石だっていうねっていうやり方っていうそ,そしてはかなくってすぐに分解されるバラバラになってしまうっていうその,その分解されてバラバラになってしまうっていうモチーフは市川さんはもうデビューの頃からずっと書いてますね。 これでっずっとやってますね、はいそう。人体は壊れるんだっていうね。<ー>人体の儚さみたいなもさみたいなものをまあずっと表現していると,いうと。そこらへんもあれでしょう、レイさんが言う境界線の話に通じてくるところ、ね、通じますね。のこの後がっつりその話しますね。<ー>なすぐ線を踏み越えるからな、この人。そうそうですね。うん、こういうことを漫画でやってんのがやっぱ最高っていうか。うん あのもうだからただの娯楽ではなくてこういう深いやばいところまで原稿ができない世界のところまで行くっていうことをやっているでだからね訳わ,わかんないけど魅力的っつってファンがいっぱいいるのはよくわかるっていう。読んんんじゃうんだもん、はいえ <え>読んんんじゃうんだもんわかんんんななくても <laughs> わかんないけど読んじゃうでしょ <laughs> なんかね麻薬みたいなもんでね麻薬やったらないか分かんないけどなんか読んじゃまた読んじゃうんだよなちょっと分かりにくいなと思ってるのに読んじゃうんだよなそれがでこれ、えー、そうそう,そうあ <laughs> 天野さんもそうだねだから、うん、あのポップではないでしょでだけどその通りなんだけどこれをですね宝石の国はねあのポップなチューニングに思いっきり変えてるそこにアイドルマスターぶち込んでるわけですよセーラームーンと。 そこで少女たちの、えーまあ、娘として本当はこうして欲しかったのにっていう子供の叫びを書いてるんですよ、そこへ中心として。そうやってて添えてんのだからルックは非常にニッチなものだったり過去のものだったりするんだけど、えー、書かれてることの心情については今の人たちがみんな共感できるようなことばっかりなんだよねダメな私とかね。 あの子がいなくなったら嫌だとかね。うん、なんかすごくシ,シンプルな。で、あとはなんか、はい、先生に内緒でハグされたいとかね。うん。 自分はいるだけなんだけどみんなを傷つけてしまうとかねそう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 ,そ,う,そ,うその辺のところを各キャラクターにこう分けてです、ね、みんなが抱えている心の問題みたいなものをそれぞれの宝石が宝石のまんまでまあ表現していくっていうそのドラマを繰り広げていくっていうやり方ですね<ー>で、えー、すげえ時間になっちゃったけど、えー「忘れてはいけないのは仏教的な要素」っていうでここがまたすごく面白い。うんうん、市川さんはあれですね仏教の勉強されてた らしいでまあ,あの初期の短編集にもまあ仏教的なモチーフチラチラ見えるんですけど、うんえー、でねまあこの「雷語図」が出てきますよね築人がどういうふうに現れるかっていうと雷語図で現れるわけなんですけどけん、はい、ちゃん17番出してもらっていいですか先に17番からはいはい えー、作中では築、えー、人がやってくる時はもうこういう形でやってくるわけですよね。<laughs> でこれは真ん中にいるのは阿弥陀如来に見えますが阿弥陀如来ではないですけど阿弥陀如来的ではありますよね、うん、でその周りに、まあ、観音なのか、えー、まあ分かんないけどそういった非常にその分かりやすいその らしいモチーフっていうものがまあなるん仏教モチーフですよね。でこれ、これが月からやってくるっていうのは、えー、まさに浄土宗でやってた、浄土真宗でやってたライゴーズ、そのまんまで15番目、お願いします、えー。人が死んだら、お月様からお迎えがやってきますよっていうやつですね。皆様が。はい<高>。完全に高畑さんのかぐや姫はこれをやってます。16番に <laughs> 16番,ですよ16番の絵,絵出してもらっていいですか、はい、16番はもう完全にかぐや姫のやつのライブオーズですね完全にこれをやって完全にこれですでこれだから知る時こういう風に来てくれるから助かるわけなんですよはい、はい、だからこれをですね敵にしてるんですよ、うん、ここが宝石の国のもうほんと完全な肝です でしかもこれ1話目でバトルしますからねこことね。うん、でねなんならもうズバッと切りますから相手を築人、うん、をね。うん、でレンコンになってるんですよね。 と連合になって、ねうん、でそこには槍矢尻が仕込まれててその先端に宝石がついていてそれがかつての仲間だったんだとであんな風に使われてるんだっていうところから来るわけでえつまり、うん、ええー、礼してくる築人っていうものは、えー、宝石を求めているんだけどそれを武器にするみたいなこともするんだみたいなやつから始まるんですけど考えるとすごくないですか菩薩を坊主が倒すんですよ。そうなんです あのね <laughs>、はい、宗教っていうものがに人間を救ってくれなかったんじゃないだろうかっていう何かしら怒りとか絶望みたいなものを感じてしまうやつですよねこのやり方っていうのはもう助けじゃないんだもん敵なんで来てほしくない存在として書かれているっていうところがまあすごくダイナミックなその逆転をやってますね漫画の中でね。でこれはまあ何ていうのえ、まあ、仏教が特にその寛容であるということと。 はい、日本の漫画っていうのが何あってもオッケーだったっていうことの奇跡が生んでいる表現ですね。<laughs> これはできない宗教はたくさんありますよ、もちろん。いやもう漫画で描いただけでやばいっていうのはたくさんありますよね。ありますね、面白い設定ですよね。<ー>で、実はですね<ー>、えー、僕が大学入った頃に、はいえー、仏ブームってあるんですよ。三浦十蔵がないんです。 あのね、ニューウェーブっていう漫画の運動があったときに高野文子さんあたりから始まった、はい、え流れで高野さんと杉浦さんっていう方がいらっしゃるんですけどまあ何回も言ってますよね高野文子さんねこれ18番お願いします明らかに高野文子さんの影響は強いんですよで高野文子さんは、まあ、北川翔と話してますけどね田辺の鶴っていう回の話をしてますけどねはいあのおばあちゃんの話を書いてるんだけど ルックは少女って書かれてるっていうやり方をしてるというね高野さんも刑事上的な書き方をされるというね、えー、でいろんな革命を起こした人ですね絶対安全カミソリでものすごい革命を起こしてこれの影響はものすごく後々残るんですよそれ,それはちびまる子ちゃんの話でもし,してますよね高野さんねでいずれね菊田川と高野文子特集しっかりガッツリやりたいなと思っておりますでこの人の、えー、手法とえこの人も え仏像的なものをで出してた気がするんですよね。<ー>で,でねもう一人いますね杉浦ひな子さんです19番。はいこの方の影響も受けてるんですけどこのねこの単行本の表写しびれますよ。<laughs> いいでしょうこれこれねたまんないですねこれわかっこいい,こい,い、ね、杉浦さんこれ明らかに浮世絵から来てますよね。うん、でこの人はそういった、うん、あ系のまあ学者系作家ですよ。 学識作家で,でまあディグってディグって過去に遡ってで江戸の色っぽさみたいなもの文化の豊かさみたいなものをあまあ表現していくっていうことでやってきた方で20番目が結構いいですよね。ねまあああ年ぐらい前かかなあの展覧会があったんですか20番出してもらっていいですか はい、これあれですよ北斎ですよね。これ、ね、ちょうどこの時映画かなんか公開されてたんですよね。十八年あそう,そう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 。サルスベイかなんか。でこれあれですね、あの北斎が絵描いてる横で娘が見てるっていうさ、これいいですよね。何回も引っ越しを重ねて部屋が汚れるたんびに別の部屋に借りて移り住むっていうそれを九十歳までやった、うん、あの北斎の絵じゃないですかあの。この辺なかなかいいですね。これあれですよね、あの昔スタジオがあった海浜。 でしょうねねねこの家、ね、<laughs> きっと、ねでしょうね、上はいはいでところがね、まあ、この辺の、えー、影響っていうのをすごく受けてはいるんですが、えー、なんつうのかな純粋さみたいなものっていうものをどっかで良しとしてるところがある高野さんにしろ杉浦さんにしろ。 否定しててないいんですよ純粋さっていうの、まあ、80年代だから特にそうなんだけどうん、うん、ここからの系譜でずーっと来ているとなんとその純粋さっていうことを疑い出すっていうところに、えー、俺はその市川さんの価値っていうかお面白さっていうか。 があるなと思う,思うわけですこの辺の人たちっていうのはね<ー>本当にどっかでなんだろうな壁を作ってるっていうかこ,うこの文化の中にこういるんだけどそのまんまじゃダメなんじゃないかっつってそれに揺さぶりかけてるところがあってうん、うん、市川さんの漫画ってそこが,がちょっとそれはさっきのあれですよ仏まあではまあでも仏だけじゃないかなまあこの話はちょっと、えー、まあいずれするとしてじゃあ、えー、<う>あのね高野さんや杉浦さんが 以外にもね、いろんな人がね、あのね、仏をね、ギャグっぽく書いてるの。で、スピリッツとかでも、結構そういう漫画家さんいるんですけど。うんはい、実はですね、ええー、僕もやってんですよ。やってんだ。はい。で、二十一番出してもらっていいですか。来 <laughs> たよ。はい。あのね。僕の漫画の中で、こういうキャラクター出てる、くるんですけど。 だから光くんっていうあー、うん、はいはいはい、はい、あのまあそのオタクのことをまあ定型的な形で書いてるっていうさあんまりよ,、はい、よろしくないやつですけどはい、はい、これあの、えー、お地蔵様の顔なんですよもともとで,で <laughs> そうなんだお地蔵地蔵菩薩からかっ作ったキャラクターなんですよこのキャラクターってで、えー、なんでかっていうとそれ流行ってたんですこの頃 823年ぐらいに流行ってました。で、それで生まれてたんで、神田川光っていうキャラクターになっていくわけですよ。で、名前が神田川ならば70年代ディスですね。ディス <laughs> そうそうなんでかいこの頃は70年代ディスっていうのがマナーだったんで、そうなってるっていうことですね。はい。<ー> <laughs> 51分なんで、もう駆け足でいきますけど、もう一つ絶対忘れちゃいけないのはさっき言ってた日の鳥ですね。22番お願いします。はい。はいえー まあフー,ムーンでしょうね。この「フームーン」っていう来たるべき世界に出てくるあの宇宙人のフームーンっていうのがね右上に出てくるじゃないですか、うん、このルックっていうの足の描き方とか、えー、これは哲手先生の絵じゃないんだけどこういったかその何か、ね、宇宙人の描き方っていうか <laughs> この系風がずっと続いているっていうかとは思いますね。 であとえ手前にあるのは「ひの鳥の復活編ですね。のレ「レオナ」だったかな。この感じとかも結構つながっているのではないだろうかというふうに思います。で話もね「ひの鳥復活編と」とあと、まあ萩尾元さんの影響と、うん、あとは、えー、三浦淳さんの「はみ出しっことか」ああいったなんかノリみたいなものの影響もちょっと感じますね。ねはい 全然違うね。十人いるっぽかったりします、ねまあね。あ、ちょっと三原淳さん。そう,そう,そう、三浦淳さん。ごめんごめん。三浦淳してるけどいろいろ。三浦淳、三浦さんではないです、ね。<laughs> アイデアとティなっちゃう。変えるなっちゃうんでね。<laughs> <laughs> そんな感じじゃないかなというふうにまあ思いましたね。これルックに関してどうですか、クゼさん。 ルックはわからないんですけどこの時大流行りして絶対に間違いない「エヴァンゲリオン」だったり「進撃の巨人」のマナーも入ってるじゃないですか誰かがわからないけど大きなものが攻めてくるっていうのがそういうところも、うん、あのうまく昇華して作ってんなというのと、うん、あと萩尾本さんの話だとその全然話は違うのに11人いるっぽかったりだとか。うん あとなんかその僕の地球を守ってぽかったりだとか永遠の命っていうさああいうこの箱庭で少女たちがっていう感じが、うん、そういうのがいろいろと混ざってキュン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 レンが起きるんですよね。奥野さん、はい。奥野さんはあれですよね。あの女子寮に住みたいんですよね。本当はね。嘘だ。まあね、捕まってくれよ。あ、まるぞ。わっぱかかるぞ。女子。ワッパ。 女子寮に住みたい奥野さん読んでどうすかこれまあ今後先生になりたいですよねそういう感じですかのんちゃんまずはジム行って肩幅作るとこからや肩幅割とないであいつ結構あると思ったけどなすいません <laughs> 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 いやいやなんか俺が思うのは白話っぽいなっていうかあ,あいちゃんの世界にも通じるものがあってなんか時が止まった 少女たちのっていうでこれ設定上別に少女でも少年でもないんだけど、うん、なんかやっぱり少女なんですよこれ少女っていうか乙女というかなんていうかそれってもう立ち姿とか歩き方的な部分がもう女の子なんだよな、うん、少年漫画とは違う、うん、スタンスの取り方ってばいいのかな、うん、あとセリフの感覚の問題とかなんか でそういうのを総合的に見て総合的にって変だけどなんか特に俺は何も思わなかったんですよ。ただひたすらその中でに入,入ろうと思って読むっていうか,、うん、だからさっき言ってたそのカフカみたいな感じ、うんうん、なんかこれがもう一個の現実みたいなさ、うんうん、そこまで,で。アニメがあったから ある程度保管された部分あったけどこれ一巻とかかマジクソ読みにくいからでもこれはそういう漫画なんですよわざとなんですよこれ浮世絵の影響絶対受けてんなと思ってそのバッってこの一枚のあれでその前後のムーブをこっち側に想像させなきゃいけさせるっていうだから表現物もそうなんですよ山田義弘先生の絵もそうでそのその,その瞬間をバチンって貼られるから。 その前のコマとのつながりを勝手にこっちで脳内で演算を余儀なくされた時にある意味すごいその聞かれる漫画ではあるんですけどでも同時に半だからこれはだからしみちゃんが言う,言う意味とは違うけどあのー、非常にこの中に入らざるを得ないその。 一体その築人っていうのは何者なのかみたいなそのえいろんな謎があるんだけどでもそれはエヴァ世代だからわからないものはわからないとして置いといてその日常は続くみたいなさ、うんうん、なんか窓ままぎもそうだしねなんかなんかいろんなものがのあの作品他の作品ので鍛えられたおかげでこの宝石の国っていうのは非常にそれはあるんじゃないそれはあるね ただ何かこうまああんまり分析をしようまでは俺はいかなかったんですよね、うん、まあそこら辺はただなんかみんなの成長を見守りたい <laughs> 今後金剛先生やないか金剛 <laughs> <々>は一体何者なんだろうとか思うね普通に思いながらそんな感じ僕はもう本当にに当にあに純粋にあの楽しんで。 うん、楽しませていただいてもう本当にこ,この通りで,、うんうん、でこの内容はじゃあ,あのいつかご紹介していただきたいなんで今ちゃうねん<笑><笑>えち,ょっとちょっと長くなっちゃうかもしれないんでっ、ね、ちょっと後半にしみちゃんの多分この中で一番しみちゃんが感動したと思うんで、はいうん、感動はそうパンピーのねパンピーがどこにあの食いついたかっていうところだけはちょっとお伝えできたらなと思います。<laughs> <laughs> パンピーちちゃゃうけどねねしみちゃんは、ねうん スい <laughs> いやでもすごいと思うよあのこの後もちょっと話すけど、はい、あの恋愛とか食べるとかそういったことで生きてるじゃん基本的にその少女もそうだし俺たちもそうなんだけども、はい、と,とさ、はい、恋愛なかったらつまんないよねなんてやってるわけじゃんか、はい、<laughs> そういうの全部なくなったらどうなんだっていう話なんでねこれ。そうなんです でそれ僕11巻まで読んだんですけど、うん、このあとそ,そのテーマでずっとセックスとか取り上げて食べるとか取り上げといて今食べるとかやってますからまた与えてくれてますから今我々になるほど、ね、そこがまたすごいですその話はまたいずれってことだと思いますが必<あ>、うん、然的にそうなならざるを得ないよねだからさその全部完全に分かれた状態から始まってって、うん、どうすんのっつって少しずつ融合しつつ汚れつつっていうことが続いてくっていう。 構造になってるじゃない話が だからねそ,その先にねだから人間ってなんだって話になってくとは思うし中盤に出てくる金剛先生が人間っていうことを聞いてブチ切れるあの瞬間とか最高だよね <laughs> 手がねわかりやすくぎヌグヌぬヌ,ヌ,ヌ,ヌってなるあの瞬そんなに嫌いっていうさそういうくだりが何万年も嫌いなのみたいなねそういう感じ嫌いなのかんなのかどうなのかみたいなやつですねはい ちょっと面白いですね。でもこれラストはだからさ、その道途でもできるじゃん。はい、うん。夢落ちにもできるし、はい。なんか実写実写版みたいな感じの終わり方もできるっていうかさ、現実の世界のね、うん。ねうん、だからどうするんだろうね、これと思ってますよ。あれね、批判する点はありませんかってコメントあるんだけどね。うん、こある角度では絶賛なんだよね。 でもある角度だとやっぱついていけないのも分かるし<あ>なんかそだからうんそ,その <laughs> 部分はいろいろあるよなとは思いますちょっと後半ちょっとその話みんなでしようじゃないかと思います。大黒<あ>さんがだからね意外と不思議と入ってたのがちょっと面白いなと思ってたんですけどね。俺かうん、うん、望むは少女と一緒に過ごしたいんですけど望む自身が少女だからね中に入ったっていうのは。意外とね。<laughs> <laughs> 何か,かだから,から <laughs> そうね不思議かもしれないですね、うん、俺もあとまあこの後も言いますけどまあやっぱどうしても3.11の影響はあるなと思いますよ。だからそ,そのよ翌年にスタートしてるっていうんで,、はいうん、でしかもあのワンパンマンと同じ時期に始まるっていうね。 だからまあ何回も何回もワンパンマンとモブサイコーっていうものがその何かを変えたっていう話散々してますけどこれアンさんでまあ同じ時期にこれスタートしてるんですよ、うん、何かしら同じものを抱えてるっていう話をちょっとそこからまあ後半ちょっとスタートしますねちょうどそれでは後半にいきましょう「アストロビスタュ」ベイベー!ベイベー」!「最強」ってところにたどり着いたら「おしまいじゃん」っていうのがポスにすごく出てる気がするわけ。 でそれがワンパンマンとすごく重なるわけ最強のヒーローになってしまったらもうね目があんな感じになるんだよね趣味でヒーローをやってるものだ <laughs> ってなって <laughs> どっかでつまり上がりきっちゃった後にやってくる何かしらの定冠っていうか、うん、静かな世界っていうところにいる人たちっていうのはどっかね